この番組は今日のスポンサーの提供だ。お疲れ様。よっしゃ、勝利。よっしゃ。ここでほぼ視聴者いなくなるマジで今残ってる皆さんだけがああそうだ、ね、ここからのコンテンツを楽しめるということですね、はい、でもここからめちゃめちゃいいこと言うからいや言うからな、はい、マイスクリーム講師のデスノニーさんマホンと、ジルコのリコくんゲストでお迎えしております。よろしくありがとうございます。前回ハイトーンに関してのいろいろこう教えていただいて、はい、めちゃくちゃ勉強になりました。それでですね、うん、次は、うん、もうハイトーンと来たら、はい、リコくんと言ったら、うん、シャウトそうえげつない、うんシャウトに関して、はい、今度伺っていきたいなって。丸裸にしてください。いや、もう本当にもうそれぐらいの勢いで、はい、いろいろ聞いていきたいなと思いますんで、ぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。という感じですね。このチャンネルでは、主に発声関係のお話であるとか、アーティストのご紹介だとか、まあそのあたりの音楽関係のお話を配信しておりますので、まだチャンネル登録、お済みでない方、ぜひチャンネル登録。お願いします。あと、ジルカの YouTube チャンネルとかね。はい。リコくんの SNS とかね。その辺貼っておきますので、その辺のチェックもぜひよろしくお願いします。ということで、本編行ってみましょう。って感じで、はい、いろいろ伺っていきたいんですけど、はい、今日はちょっとリコくんの、はいシャウト論というか、うん、をちょっと伺いたいんですけど、はい、あの一番最初のリアクション動画、はい、1本目撮らせていただいたじゃないですか。まだご覧になってない方はご覧になっていただきたいんですけど、その時いろんなね、うん、シャウトが出てきたと思います。その時に意識してることって、はい、あるのかなと思って、はい、これあります正直。あります。お、あるんだ。今回もね、うん、あの決めてきたわけじゃないっすよ。決めてきたわけではないんですけども。ないけど3つ言わせてください。そう3つにしたわけじゃないから。そうマジで。そうだよ。そうだ決めてないから、うん、別に頼まれてやってるわけじゃないからね。別にこっちもね LINE で3つぐらい用意しといてとか言ってないから。あまず1個目シャウトで大事なことは、うん、勢い。あ、うん、大事ですね。勢いマルチ勢いです、うん、はい勢いと、うん、次2つ目、はい、顔。顔ね。表情。表情ね。ああはいはい表情ね。そう表情で声質も変わってくるからね。なるほど表情ね。これはマジな話。はいはい、はい、で3つ目、はい、そのリズム。リズムね。あ、もう激しくこの時点で同意なんですけど、はい、じゃあちょっと、はい、この3つをじゃあちょっと深掘りしていきたいなって、はい、じゃあまず1個目、はい、勢いですよね。勢いだね。これはねその、うん、シャウトって、うん、あのどんだけ出せるかっていう、うん、分かる。つまりライブももちろんそうなんだけど、はい、自分の限界をどれだけ出せるかって結局叫びじゃない、うん、そうだね。シャウトってあやばいかっこいいこと言ってる。全力のシャウト以外聞きたいやついます。あーやばいやばいやばい、すごいかっこいいこと言ってるこの人。いやいないでしょ。すごいすごいいないいないいない。確かに確かに確信じゃん。ほんとそうだね、うん、だから出せるもん全部出してくれるよ。全部出そうよ。いやマジそうだよね、うん、これよく僕も言うんすけど、うん、なんだろうな省エネとかあるじゃない。あーはいはい、はい、あのもちろんライブを2時間1時間やるんだったら、うん、ペース配分を気にしないといけないし、うんまあ、僕も前あのデスボイスのトレーナーですけど、うん、レッスンもさ1日下手したら10時間とかさ、はい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 、やっていく中でその中でずっと叫んでるわけですよ、うん、そうなってきた時に、うん、あの省エネ多少はあるじゃない、うん、ないといけないじゃない、はい、まあそうだね。ただねそう省エネって、うん、省エネから入っても省エネできないんだよね。あ間違いない間違いないじゃん。間違いない。まず150を目指して、うん、そう100じゃないよ、うん、150を目指して150ができた人のみが20ができるじゃない、うん、そうそうなんですよ。これマジそうじゃない。いや、それ本当に同意しますよ。そうだよね、うん、ありがとう、うん、だからそこの意味での、うん、勢いっていうのはまず一番目に大事ってことだよね、うん、そう勢いが大事。ありがとうございます、うん、まあ息を吐いたりとか。そうだね。そういうことでね、うん、水の言い方をすると、うん、空気をいかに吸っていかに吸っていかに出すか。次は顔、表情ですね。はい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 。そうシャウトでもいろんなねこの声質とか声の出し方いっぱいあるんだけども、うんうんうん、もう本当にヤバい顔してシャウトをすることによって、うんうん、あ、この人本当にヤバいのかもしれない本当にヤバいのかもしれない。本当に本当にこっちヤバいのかな、ね、表情もセットだよね。うん、やっぱ視覚でもねこう楽しませていかないとね。あ、いいですね、バンドマンですねいや本当にそうですね、はい、見てるも楽しいですその方が、うん、だしあのさっきそのポイント紹介の時にも言ってもらったけど、うん、声も変わるじゃない。あーそうそうそう、変わるじゃない。そうなんですよ、まあ、中間ぐらいのところから、ね、その下を出す時とか、うん、さらに上を目指すそのハイを目指す時とかね、うん、顔がなければやってらんないっすよ。本当にそうだね、うん、だってさこういう顔してさ、うん、高い人出しそうですか。こんなんで、うん、高い人出さないよね。ってなるってなるこれ納得じゃん。そうこれもう分かるじゃん。いや分かるじゃん顔何が来るんだって、うん、分かるじゃん。いやうんってなるじゃんね。そうこれ本当にそうなんですよ、うん、あなんかねそうなっちゃうのよ。表情、表情ですね。めちゃくちゃ大事だと思います。ちょラストはいもらっていいですか。はいラストはリズムっすね。はい、うん、来ました。これワンチャン一番大事これはねやっぱシャウトもやっぱラップとかと一緒でね。そうなんだよ。そう
さっき言ったやつね。うん。そう。自分のものにした。メロがないから、このリズムで聴かせていくっていうことだよね。うん、そう。だから前回クリーンの話で、はいはい、このレガートに行きましょうみたいな、はい、あのアドバイスをしてもらったじゃないですか。うん、まあある意味それの逆に近いですよね。ああ、そう。真逆ではないけど、うん、逆に近いですよね。うん、クックックックって一個ずつ食ってくっていう。そう、こうタン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 っていうところにちゃんと合わせていくと。なるほどなるほどなるほど。そうしないとさ、ダサいんだよね。そうなの。めちゃダサくなる、ね。あれ何なんだろうね。芯がなくなるんですよ。うん。なよなよしちゃうというかさ、うん、ガチッとこう一本線が通ってる状態。そう。どっしり構えてる状態。うん、やっぱ道っていうのは一本でいいですからね。いや、本当にそうです。全部繋がってない。今日はちょっと出てきますね。今日出てきます。3本取ってますからね、今日。3本目でございますから。確かにね。温まってきたのかな。確かに。勢い。はい。そして表情ですね、顔。がリズム、うん、この3つが、うん、マリコ君のシャウトの核になってると、はい、いうことだと思いますんで、ちょっとじゃあ、うん、実践パートあー OKOKOK ちょっとやってほしいんですよね。 OK なのでちょっと立ちましょうか。 OK 立とう、行きましょう。じゃあ今日もジルの曲で、はいはい、実際ちょっとやってみてほしいなって、ありがとうございます。いやもうもちろんです、ありがとうございます、思うんですけれども、うん、今日なんて曲でいきますか。今日はね、うん、じゃあジルカのスザクっていう、うん、おじゃあスザクを原曲を流すんじゃなくて実際歌って、うん、歌ってみましょうか。ちょっと流してみるんで、うん、オッケー、ちょっと歌ってもらいたいと思います。はい、行きます。この辺から使おう。Now we're gonna get on the back of my floor hereSo let us go! Just make the kind of monster! まぁこんな感じですね。ちょっとでかすぎるでしょ。怪獣じゃん。大事なことで、はい、リズムって言ったんですけど、うん、今パソコンから音出してたんだけど、音聞こえなくて、自分の声でかすぎる。でかすぎる。これは勘弁してください。そう、これは許してください。これ勘弁してください。めちゃくちゃ太いシャウトをですね、はい、披露してもらいましたけども、はい、これがさっきの、うん、3つのポイントが、まあ、守られてる状態だと思うんですよ、うん。これかっこいいですよね。で、これがね、じゃ例えば、うん、意識してない。ああ、オッケーオッケーオッケー。できてないやつやってみてもらっていいですか。わかりました。オッケーオッケーオッケー。じゃあ、まず、はい、勢いっていうのがない状態で、はいはい、やってみてほしいんですけど。オッケーオッケーオッケー。ちょっとそれもらっていいですか。はい。Now we're getting higher the back of back from here。 これ確かに、よくあるシャウトのね。うん、よくあるんだよね、うん。これよくあるんですよね。そう。あ、特にその、初心者の方じゃないですけど、うん、やり始めの人とか、はいはい、できるぜってなってる人の結構多いっすね。あー、なるほどね。ちょっと多いね。そう、ここだけで、うん、ここだけでやっちゃってんだよね、うん、使いたいところがは抜けちゃっていて、うん、それっぽい音なんだけど。そうだね、それっぽい音なんだけどね、うん、だからカラオケとかでさ、うん、これマイク通すとさ、あー確かにそれっぽく、それっぽくなっちゃうんだよね。はい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 。ただライブになったりとか、うん、すると、あれあれつって、そうだね、無音ですかってなっちゃったり、はいはいはい、するような感じの息を削るとこうなりますっていう感じです。全身で歌いましょう、やるとか。いや、マジそうですね。だから吐けるところはもう全部吐いていく。そうそうそう、とりあえずですけどね、うん、とりあえずは吐けるようにはなりたいと。はい、息をやっぱり顔もちょっと、ああそうだね、抜いてもらっていいですか。そう、うん、今も結構顔ダメだったかもしれない。ああ、そうか、まあ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 、まあ、そうだよね、はい、まあ、よりね、うん、よりね、はい、よりちょっと顔抜いてもらって、そうするとより勢いも知ると思うんで、決め顔しながらやってみましょうか。逆に、うん、ずっとね、うん、あ、いいね、カッコつけちゃってるみたいなね、うん、逆この状態でシャウトできんでしょう。ごめん、イニシエの Now we're getting higher than back of back from here。 カッコつけてるとその表情に全部持ってかれちゃってそうだよね。いや、マジそうだ。体使えないですね。いや、マジそうだね。はい、あ、そうだよね。ここに行くもんな、神経が。顔は大事なんですよ。うん、だから究極、顔つけるだけでも、うん、ちょっと良くなるかもしれんよね。そう。いや、本当にマジで。うん、ちょっとね、この眉間にしわ寄せたりするだけでも変わるかもしれない。うん、いや、全然本当にそう思います。うん、連動してるんですよね。喉とその表情って。うん、かなり連動してるので、うん、いろんなこう角度を変えてみたりとか、うん、表情をちょっと変えてみたりとかするといいかも。はいはい。知りません。オッケー。わかりやすいな。うん。で、ちょっと今度リズム、はい。これちょっとむずいんだよな。リズム難しいね、リズムをね、崩すのがむずいね、うん。まぁ、あ、ちょっとやってみましょうか。ちょっとやってみてもらって。うん、いいですか、他も抜きでいいんで。はい。Now we are getting higher! Never go back from here! いや、ちょ、かっこいいんだよ。いや、ちょっと難しい。かっこいい。難しいね。この曲すごいこう。うん。クッとくるじゃん。そう、1、2、3、4みたいな。刻んでくるじゃないですか。はい、はい。こうな、なんかその、ロングトーンとかで、うん。帳尻合わせられる曲だったらいいんだけど、うん。この刻む系とかになってくると余計に、どっかで走っちゃったり、一丁目外れると戻れなくなっちゃう。はい、迷子になっちゃう。迷子になっちゃう。あれどこ行ったって、うん、なっちゃうんで、これしっかりやっぱ守っていきたいですよね。そうだね。やっぱこう、一気にかっこよくなくなっちゃう。うん。と思うので。Never come back from here!
そういう調子でリズムをしっかり取りつつ、表情作りながら、うん、まあ、勢い出していくっていう、吐けるとこいっぱい息吐いて、最初はやっていくっていう、うん、まあ、この3ポイントを意識してもらうと、まあ、すごく、リゴクみたいにかっこいいシャウトができるようになっていくんじゃないかなと。っていう感じでですね、参考になったよという方たくさんいると思いますんで、高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。リゴクありがとう！ありがとう！ありがとう！